まつりちゃんって足速いの？ 50m 走のタイム教えてください。まつりちゃん確かにね、見た目と性格でマジで運動神経抜群だと思われがちなんですよ。なんか見た目もやっぱ元気、声も元気、とにかく元気みたいなイメージで、めっちゃ運動神経良さそうに見られるんですけども、 50m 走のタイムは12秒でございますね。はい、12秒でございます。 50m ね、100じゃない。そうですね、スキップもできない、腹筋もできない。腹筋は、0回です。一度倒れたら亀、亀と同じ。スクワットはできる、スクワットはできるけど、まつりはラジオ体操第一をやったら次の日筋肉痛になりました。はい、それくらい運動がかす。女子ソフトボールを体育でやって、まつり外野のねボールを走って取りに行ったら肉離れを起こしました。何ですか、文句ありますか。外野のボール取りに行ったらふくらはぎ肉離れを起こしたけど、何か問題でもありますか。どれくらいかっていうと、もっと言うと、自分のかかとに自分のつま先を引っ掛けて転ぶくらい本当に運動ができないというか、歩くことすらままならないというか。でもダンスめっちゃうまいやん。ビビるはなんであんな柔軟なの。ポッポーポッポイチュキーポッポ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 ー。いや、ポッポー好きっていうので頭いっぱいになっちゃったけど、ダンスはよく言われる、なんでダンスはできるのって言われるんだけど、練習をとにかくいっぱいする。以上。もう本当に練習しない曲とかだと、ターンすると転ぶんで、体が大丈夫なくらい練習して頑張っております。練習は正義。そうですね、あとはもうさあ、わかる、これ。はいはい先生、はい、ですね、なんだっけ、忘れたから、いいや、じゃあ次。